はい、こんばんは、こんにちは、ゼロです。今日はですね、天理ダムの方来ましたんで、そっちの方を撮っていこうと思います。沖天理ダムって書いてますね。そこの自殺の名所になってる橋なんですが、第一橋ですね。ここは小の橋で、自殺をしてるみたいなんですが、そういうなんかを感じるとかはありませんが、そうですね、ここは結構有名な場所なんで、いろんな人が来てますね。まあ、とりあえずあの走りのスポットにもなってますね。危ない、助けてと書いております。暗すぎてなんかね、懐中電灯いいやつなんですけど、それのここまでが限界です。ここが橋の終わりですね。なんて書いてんだよ。藤井橋、ね、ですね、この先に左に曲がる道があるんですが、そこがそこの方に行くと一番の心理スポットとなってるみたいです。前回に続き奈良県ですね。あ、前回は違うか。違いますね。動画的に違うやつが先に来ると思うんで。橋が見えてきましたね。ちょっとね、帰りにあったかいもんでも食べたいですね。よく考えたら11月ですね。横川橋。ここが橋ですね。カメラどこに行ったんでしょうか。ここ温めてます。了解です、温めてください。もう木ですね。月が綺麗やな。綺麗ですね。全くカメラに全然映らないという天理ダムの先の横川橋ですね。ここはなんかすごい声が聞こえましたね。今日も鹿ですかね。ここは駐車場が1個ポツンとあります。これはお地蔵さんだって。すごいですね、ペットボトルのお茶とすごい祀ってますね。そういう場所なんで、そういうのがあるんでしょうか。心霊スポット、なんか心霊ですね。廃墟じゃないですね。よいしょ。ね。まあ、ビデオも直ってきたんで映りやすいかなと。全く車が通らないですね。スタッフ1さんと2さんは今回は来れないんで、今回は違うゲストメンバーということで来てもらっているんですが、普段はね、毎週土曜日撮影日に1さんと2さんどちらかが来る予定にはなっております。もしくは土曜日以外なら仕事終わりに自分が一人で行くということもあります。どこやろう、
もうちょっとまっすぐかな。あれかな、なんか光が見えてきたな。あれっぽいですね。あれっぽいな。あれっぽいな。あれっぽいな。ちなみに画像でも暗いんですが、これをのけるとほぼ見えない状況になるんで、あそこに車が1台止まってる。止まってる。ちょっとカップルかな。マジか。なんでちょっと伏せていきます。ちょっと車が来ますね。人行きますね。まあ有名なところなんで、こうやって人がおったりとかしますね。ここも隣がダムの川の方だと思うんですが、この駐車場が一個ポツンとありますね。またカメラがブレる。カメラがブレるな。橋かな。あれは橋かな。どこやったっかな。左に曲がる橋があるはずなんですが、多分さっき車で、もしかしたらここまっすぐじゃなくて車で行く感じのところですかね。じゃあっち車で回らなあかんってことかもしれません。まずかね、ちょっとよいしょ。これ獣道かな。これは危ない。この先に廃墟があるんやったら突っ込むんですが、くっさ。でも多分あっちっぽいですね。なんで車であっち側に行かないとたどり着けないような気がしてきました。このまままっすぐ行っていいのかな、微妙。なんせここ来るの10年ぶりぐらいなんだ。あ、これ上の部分ですね。そうですね、車で行かなあかん感じですね。あっちに回らなあかん感じですね。はい、それではね、車の方戻って車であっち側に回ろうと思います。第1部、これもシリーズで分けていきます。では、第1部終了します。ゼロでした。またね。